こんにちは。間違い探し脳トレの専属トレーナーです。今回は3箇所間違い探しです。左右に並んだ画像から3箇所の違うところを70秒以内に探してください。残り30秒でヒントを言いますよ。それでは早速楽しい脳トレスタートです。1問目です。夏バテ予防に良い食べ物のイラストです。違うところを3箇所探してください。ヒントを出しますね。下半分に2つありますよ。終了です。答え合わせです。正解はこの3箇所でした。魚の向き、ネギの長さ、肉の顔の位置が違いましたね。夏バテはしんどいですよね。しっかり水分補給と食事をしたいですね。2問目です。高い気温のイラストです。違うところを3箇所探してください。ヒントです。上半分に2つありますよ。終了です。答え合わせです。正解はこの3箇所でした。温度計、太陽の光、ネクタイの長さが違いました。熱中症に気をつけて元気で過ごしたいですね。3問目です。夏のイラストです。違うところを3箇所探してください。ヒントです。ウサギと猫に一つずつありますよ。終了です。答え合わせです。正解はこの3箇所でした。ウサギの口、猫の尻尾、そしてひまわりの葉の向きが違いました。
夏に外で遊ぶのは楽しいですね。4問目です。本のイラストです。違うところを3箇所探してください。ヒントです。下半分に2つありますよ。終了です。答え合わせです。正解はこの3つでした。黄色い付箋、はしごの長さ、木の位置が違いました。たくさんの知識が得られそうな本ですね。最後の5問目です。ハッピーウェディングのイラストです。違うところを3箇所探してください。ヒントです。人にはありませんよ。終了です。答え合わせです。正解はこの3箇所でした。フォトプロップス、歯と音符が違いましたね。最後におまけ問題です。懐かしいテレビゲームのイラストです。違うところを3箇所探してください。終了です。いかがでしたか。この問題の答えは別の動画でチェックしてください。動画の最後か概要欄に回答動画の URL を貼っておきます。最後までご視聴ありがとうございました。コメントで感想をお待ちしています。高評価もお願いします。チャンネル登録をお忘れなく。